という場面も多々ありましたが、インサイドのボールをセンターに持っていく、この回もイニングの先頭出塁、ティーグ、これが4本目のヒット、緩いボールを引っ張った、セカンドランナー回ります、ラダレンのタイムリーヒット、セカンドまで行った、1点ライオンズ返した直後、楽天1点追加、これまた今日3本目、2打席連続のタイムリーヒット、活躍してますね、これまた右中間に持っていく、4本目のヒットになります、しかも辰巳快速飛ばした、これで3打席連続のタイムリーヒット、3塁を狙って和田タイムリースリーベース、